沖縄都市モノレールによりますと昨年度2021年度の総乗客数は前の年度から83万9834人増えて1177万5824人となり率にして7.7の増加となりました。ユイレールの乗客数は年年度度途中に開業した2003を除くと、 2020年度が新型コロナの影響で過去最小で2021年度は増加に転じたものの過去3番目に少ない結果となりました。